羽田空港、見送りの姿が見えます。以前は国内の行幸啓でも羽田空港に警視総監や大臣が見送りに来ました。最近は簡略化されたので、これだけ集まるのは外国訪問の時ぐらいです。天皇皇后両陛下はまもなく政府専用機で羽田空港からイギリスのロンドンへ出発されます。即位後初めての訪問先として故エリザベス女王から招待を受けたのが4年前。コロナ禍を乗り越え、国賓としてのイギリス訪問がようやく実現しました。陛下は23歳でイギリスに2年余り留学し、故エリザベス女王やチャールズ国王とは家族のように接してもらったと振り返るほど親密な関係を築かれてきました。天皇が国賓としてイギリスを訪問するのは昭和天皇、上皇様に続き26年ぶり3度目です。ただこれまでの訪問は、先の大戦の記憶がまだ双方の国民感情に影を落としていたのも事実でした。イギリスとの関係は最良の時期を迎えている。今回の訪問にあたり外務省の担当者は胸を張ります。最良の時期に双方の友好関係を目に見えるものにする、そういう役割を担って訪問されます。国王が持つベントレーが差し向けられました。特徴的な形です。私も LA で何回かベントレーに乗ったことがあります。仕事で毎年ビバリーウィルシャーというホテルに泊まっていて、宿泊者が無料で乗れるホテルのハウスカーでした。プリティウーマンのホテルですね。ベントレーはやっぱり格が違います。それにしてもタダでしたか。実際はタクシー代より高いチップを見えで払うので高くつきます。お泊まりはいつもの最高級ホテル、クラリッジズです。イギリスを国賓として訪問中の天皇陛下は23日、ロンドンにある日本文化の発信拠点を視察されました。25日からのイギリス側の公式日程が始まるのを前に、今日は天皇陛下お一人で日本大使館関係の行事に参加されました。ジャパンハウスロンドンは高級住宅地にあり、日本の伝統工芸品や名産品を実際に販売しています。日本でもおなじみの工具箱がおよそ2万3000円で売られていました。地震で大きな被害を受けた石川県の輪島塗が置かれている場所で、イギリス人の館長が日本の技術の素晴らしさを説明し、陛下はいろいろなものを置いているんですねと応じられていました。輪島塗のお椀がおよそ4万円、コップは2万5千円でした。その後、泊まられているホテルには現地の商工会議所の会頭ら財界人、イギリスで活躍する指揮者やバレエダンサー、また日本にゆかりのあるイギリス人や現地の大使館員らが来ていました。陛下が財界人にブレグジットで影響はありましたかと尋ねられると、ロンドンに人や物、金が集まるという構図は変わらなかったと話していました。到着後明けて初日は日本側の日程だったこともあり、皇后さまは参加されず、ホテルで静かに過ごされています。工具箱のほか、柳総理のカトラリーやアレックスのハサミなど、私のお気に入りの品々がありました。それが結構な値段で陳列されていて誇らしかったです。それで細かく値段を調べていたんですね。これは陛下の留学記、テムズと共にです。イギリスで活躍する日本人や陛下とゆかりのあるイギリスの方が宿舎を訪ねられてきました。 I'm the co-chair of the UK
イギリス人の中にはテムズとともにの英訳に協力した人や出版に携わった人がいました。私の後ろにある巻貝のような建築物がロンドンの下流域をテムズ川の氾濫から救ったテムズバリアです。陛下は長年テムズ川や治水関連施設に関心を寄せられてきました。29日までの日程で国賓としてイギリスを訪問されている天皇陛下は24日、高潮による氾濫を防ぐ可動式の防潮施設、テムズバリアを視察しました。テムズバリアは陛下がオックスフォード大学に留学されていた40年前に、故エリザベス女王が参加して開通式が行われた重要な国家インフラです。陛下はテムズ川の上に島のように点在する可動堰を実際に歩いて、仕組みや果たす役割について責任者の説明を真剣な様子で聞かれていました。テムズ川では陛下のライフワークである水関連施設を視察されました。ウィリアム皇太子の姿が見えました。ここは両陛下のホテルです。わざわざ出迎えに来てくれました。日本もそうですが、イギリスは国賓のプログラムがかっちりとあって、通常は皇太子夫妻で出迎えに来てくれます。闘病中のキャサリン妃が来れなかったのは残念でした。国賓としての公式プログラムの1日目です。ホースガーズ、近衛騎馬連隊が歓迎します。天の陛下、ウェルシュガーズ連隊、人質ジェンジェル、完了。
き次第でたびたび出てくる隊長が閲兵を申し出る、ゲストがそれに応じるの場面です。日本の桜桜の音楽が演奏されていました。皇后さまが公式日程に姿を見せられたのはこの日からでした。マスクは馬アレルギー対策ですか？宮内庁ではイギリス側に
馬の毛アレルギーだと説明していたということです。
昼食会自体の取材はありませんでした。日本にゆかりのコレクションを皆さんで鑑賞しています。どんなものがあったんですか？昭和天皇が国賓としてイギリスを訪れた時の晩餐会の故エリザベス女王のスピーチ原稿などがありました。パイプで打たれていて、アプルーブドバイザクイーンなどと押印されていました。屏風は陛下が説明されています。絵は蹴鞠の様子がシルクで織られていて、昭和天皇訪英の時にもらったものだということでした。陛下はボールは革でできているなどと蹴鞠について説明していました。イギリスはフットボールの国ですから、日本の蹴鞠にも興味があるでしょうね。陛下のテムズ川の論文もありました。本をめくると広から殿下にと書かれていて、国王の蔵書シールが貼ってありました。あなたの本は大事に取ってあるよと言っているような国王の表情でした。無名戦士の墓に供花されています。
イギリスを訪問している天皇皇后両陛下はバッキンガム宮殿で開かれた晩餐会に参列されました。チャールズ国王はアニメポケットモンスターの言葉を使いながら歓迎しました。晩餐会でチャールズ国王からポケモンの全部ゲットだぜのセリフが出てきたのは驚きました。私もびっくりしました。背景を説明すると、東京の会見で陛下がチャールズ国王からルアー釣りを教わったが全く釣れなかったと話されました。きっとそれを受けたもので、我々にはポケモンの全部ゲットだぜは高望みだ、孫の代にはぴったりだと言っているわけです。やっぱりイギリスの方はスピーチがお上手ですね。ハローキティが出てきたり、徳川家康が出てきたり。ハローキティがロンドン生まれだという設定を国王のスピーチで初めて知りました。陛下は準備していたスピーチを読まれたのですね。国王と陛下は宮地の間柄ですから、国王のヒロ、君は相変わらず真面目なスピーチだなというような表情が印象的でした。陛下もアドリブを入れて会場を沸かせた場面もあったんですよね。その部分の宮内庁公式役があまりにイケてないので詳しく解説しますね。両陛下ともに思い出の地のオックスフォードを訪れることにしていて、楽しみにしていると英語で話されました。オックスフォードの後に Maybe the wrong place for your majesty と挿入したんです。宮内庁の公式役では国王陛下の母校のケンブリッジ大学ではありませんがとなっています。オックスフォードとケンブリッジの関係は早稲田と慶応の関係みたいなものです。ケンブリッジの出身者はケンブリッジが一番ですから、 The wrong place、 国王には間違った場所、ふさわしくない場所かもしれませんが、そんなニュアンスでそれではいたんです。バイオメディカルの分野で日英の協力関係を見てほしい、イギリス側が用意した国賓日程の視察でしたが、皇后さまは欠席されました。フランシス・クリック研究所は、DNA らせん構造を発見した科学者の名前を冠したヨーロッパ最大の生物医療科学研究所で、日英の研究協力の現場でもあります。陛下はノーベル賞受賞者から顕微鏡を覗くよう促され、細胞分裂の違いが分かると驚かれていました。がん研究にも役立つ研究です。皇后さまはバッキンガム宮殿に関連した歓迎行事には参列されましたが、その他のイギリス側の行事は欠席されています。晩餐会などが夜遅くまでかかる行事だったからと宮内庁は説明しています。この研究所はイギリス側がぜひという視察先で、国賓プログラムの一環でした。皇后さまの欠席は残念でした。
very edge. You'll see on the edge. Can you see that? Yes. Not a sausage. Like a sausage. And I want you to imagine the sausage growing in there and then dividing. Okay. Now what we did is we looked for genetic mutants that couldn't divide. And this was the first one. You can see here, this is what they look like. What do you think is different about these ones compared with the ones I just showed you? And Sir Paul, if you wouldn't mind standing back for a moment, thank you very much. That is very different. Your Majesty, what does it look like? It's very difficult to describe. But they're very long. Very long. And that, do you know why? It's because they can continue to grow, but they cannot divide. So it's defective in the process. I just wonder why. And it's defective in the gene that is needed to control that process. And this was the first mutant I found. Now, 40 years ago. But then the third plate was the one that really worked it out. You remember this one? This one? Yes. Now, look at this one. Now I want you to look at this one. Tell me what's different. It's very different. They're small. That's small. Now, this is critical. Shall I tell you what it means? The cell normally grows to this length and divides. But if the control of cell division is accelerated, it won't be accelerated in the car, then it divides before it actually grows to the right size. I see. And you know the talk you just heard, the first one, CDK and something. This was the discovery of CDK, which are very important for the control. So what we're looking at is what led to the discovery of those genes that control the cell division in your cell and the G cell. I see. Which is why I say 500 million years is going to be the same. And if you take the gene from you and me and put it into these cells and it corrects them, it still works. I mean, this was really my Nobel Prize in Python. Of course.王立音楽大学を訪問されました。国賓としてイギリスを訪問している天皇陛下は26日、ロンドンの金融街シティで行われた晩餐会に参加し、英語でスピーチされました。
他とはちょっと目線の違う原稿でしたね。シティの晩餐会だったから経済に触れたお言葉を中心に原稿にしました。Pray silence the Right Honourable the Lord Mayor. Your Majesty, Your Royal Highness, Your Excellencies, my lords, aldermen, sheriffs, chief commoner, honored guests, konbanwa, good evening. As the 695th Lord Mayor of London, it is an immense honor to welcome you to Guildhall this evening, Your Majesty, and to present to you the address of welcome, which conveys our esteem for Japan. The toast is the Emperor of Japan. The Emperor of Japan. My Lord Mayor, Your Royal Highness, Your Excellencies, Mr. Lords Aldermen, Sheriffs, Chief Commoner, Honored Guests, I would like to express my profound appreciation to you for hosting me tonight and for the warm words of welcome from the Lord Mayor.I had the opportunity of visiting this Guildhall in 1983 when I was studying at the University of Oxford. Also, on several occasions, I went into the Guildhall library to peruse the historical records concerning the history of water transport on the River Thames in the 18th century.Which I found very useful for my research. I also have fond memories of visiting pubs around here during lunchtime. Looking back at my irreplaceably precious 2 years at the University of Oxford, I am reminded of how warmly I was welcomedby the people of this country. At the beginning of my stay in Oxford, I was not used to handling British currency and found myself using
too many notes and collecting too many heavy coins. On one occasion, they all fell out of my purse. I was rather upset, but the people nearby joined me in picking up the coins. I was struck by the kindliness of British people and went back to the college with a sense of relief. Today, electronic transactions have become so prevalent in this country that people not only do not use coins, but do not even carry wallets with them, making do with credit cards or smartphones. This fact really makes me feel the passage of 40 years. On the other hand, what feels unchanged on this visit is the warmth of the people of this country, as well as the vigor and energy of the City of London. When we look back at the history of the city and Japan, we might start at the dawn of the Meiji era, when Japan was steaming ahead towards modernization and learning from the United Kingdom, the birthplace of the Industrial Revolution. Japan's first ever railway connecting Tokyo and Yokohama was financed by foreign bonds issued in the city. It was pivotal to Japan's subsequent economic development. Today, I am extremely pleased that the connectivity of the markets of the two countries and the collaboration between the local governments are being strengthened, as demonstrated by the Memorandum of Understanding between the City of London Corporation and Tokyo Metropolitan Government, and that we are seeing further developments in the cooperative relationship with the city, as illustrated by the Lord Mayor's visit to Japan every year. Turning to the economic relationship of Japan and the United Kingdom, there are over 900 Japanese firms based in various parts of the UK, playing an important role in the British economy. They comprise a diverse array of businesses covering a range of sectors, including automobiles, high-speed railways, precision machinery, ICT, offshore wind power generation, finance, real estate, and pharmaceuticals. At the same time, bilateral cooperation on the economy and investment continues to deepen, with the accumulation of about 22 trillion yen, or 115 billion pounds worth of direct investment between the two countries. Such close bonds have been extended to efforts to provide solutions to some of the pressing challenges facing mankind. Today, I visited the Francis Crick Institute, a state-of-the-art research establishment in the areas of medicine and bioscience. I was encouraged to hear about the close collaboration between the researchers of both countries to promote the health of people around the world. The visit was also an opportunity for me to reflect on the efforts and achievements
of our predecessors, including the discovery of the double spiral structure of DNA by Dr. Crick, which gave rise to such cutting-edge endeavors. Tomorrow, the Empress and I will be visiting the Young B&A, where we will see a special exhibition highlighting the relationship of Japan's nature and folklore with its popular culture, technology, and design. We look forward to seeing and feeling firsthand how Japan's culture and art, transcending time and space, is giving inspiration to the children of the United Kingdom and the Japanese children living in the UK as we interact with the children of both countries. The people and the connections between people are what drive our societies forward and create the foundations for exchanges between countries. The citizens of both Japan and the United Kingdom have cherished the connections between people and have made bold efforts to solve a range of daunting challenges, building on the achievements of their predecessors, adopting ideas broadly from nature, science, culture, and the arts, and flexibly embracing new technologies. It will be a source of great pleasure to us if our visit to the United Kingdom can provide a chance for the people of both countries to reconfirm their bonds of friendship and goodwill underpinned by the long-standing people-to-people connections, as well as an opportunity to pass on to the next generation the leadership role in resolving the challenges common to mankind. In closing, may I raise my glass to propose a toast to the good health of the Lord Mayor and Lady Mayores, to the continued development and prosperity of the City of London, and to lasting friendship and goodwill between the peoples of the United Kingdom and Japan. The Lord Mayor and the City of London Corporation. さて、バッキンガム宮殿、もうお別れなんですね。
イギリスの国賓プログラムは日付で決まっています。この日までが国賓としての公式日程です。ですからベントレーを使えるのもこの日まででした。子ども博物館はロンドンでも比較的発展が遅れた地域に建てられました。街の中は落書きが目立ちましたし、路上駐車の車もへこんでいました。Easy.
日本のアニメはイギリスでも人気なんですね。会場では鶏の出し物があり、鶏好きの秋篠宮さまだったらお喜びだろうなと思いました。今度は陛下お一人でウィンザー城を訪問されました。故エリザベス女王の墓に供花をされました。王立旧植物園は世界遺産に登録され、世界中の種子の保存に取り組んでいます。イギリスは寒いイメージがありましたが、道中は一切雨が降らず、とにかく暑かったです。ネクタイ締めて温室でずっと待機しているのは辛かったです。作りましたジョージ3世の母の国だったオーガスタ皇太子妃が植えられた木がまだ数本残っておりまして、そのうちの1本でございます。1767年に植えられたもので、一度雷が落ちまして横に飛んで、でもそのまま大きくなっておりますので、いろんな支えがあるんですけれども、これも、ピースオブアートといいます。イギリスを訪問中の天皇皇后両陛下は27日、国賓としてのイギリス側が用意した日程をすべて終えた後で、記者の質問に答え、イギリス側の歓迎に感謝されました。お帰りなさいと言ってくれたのが嬉しかった。チャールズ国王との親交が日英の友好関係に貢献できたらと陛下は振り返られました。雅子と共にイギリスを国賓として訪問することができましたことを大変嬉しく思っております。チャールズ国王の横でスピーチをしたとき、ドクターフーのとかで会場を渡されましたけど、あの荘厳な空気の中でどういう気持ちで演説されたいや、なんか皆さん笑っていただいたのは嬉しかったですね。非常にこう温かい雰囲気の中でこのスピーチをすることができて、本当に何かこう比較的こうリラックスすることしながらお話をすることができましたし、皆さんがこうなんかこちらの方よく聞いてくださっているということが分かって、これは大変なんか話している私としても嬉しく思いました。陛下はこのように国王夫妻主催の晩餐会などを振り返られました。陛下が質問に答えられたのは、世界遺産に登録され世界中の種子の保存に取り組んでいる王立植物園です。
両陛下は明日、思い出の地オックスフォードを訪問されます。テレ東ビズならではのノーカット版を収録しておきます。陛下、よろしくお願いいたします。はいはい、先ほどイギリスでの公式日程が終わりました。久しぶりのイギリスのご滞在はいかがでしたでしょうか。はい、この度イギリス政府からご招待をいただき、雅子とともにイギリスを国賓として訪問することができましたことを大変嬉しく思っております。チャールズ国王陛下、そしてカミラ王妃陛下には歓迎式典、そしてまた馬車によるパレード、そしてバッキンガム宮殿における午餐会、夕食会を催していただき、大変心温まるひとときを過ごさせていただいたことを大変ありがたく思っております。またその他ロンドンのロードメイヤー、そしてまたシティオブロンドンによるの主催による晩餐会にお招きいただいたり、それから日英友好団体の主催のレセプションにお招きいただき、本当に多くの方々から大変温かい言葉をかけていただき、非常におもてなしをいただいたことを大変嬉しく思っております。また今回は馬車でのパレードの時もそうでしたし、また車で走っている時にも多くの沿道から多くの方に手を振っていただいたりして、非常にこの温かく迎えていただいていることを大変嬉しく思っております。ここのキューガーデンは23年ぶりの訪問ということになりますけれども、今日いろいろと見せていただいて、ミレニアムシードバンクの取り組みが進んできて、でそれが生物多様性の保全に貢献しているということを伺って大変嬉しく思いましたし、またいろいろ貴重な植物を見せていただいたことも大変嬉しく思っています。また視察先としては今回フランシス・クリック研究所にも訪れましたけれども、そこでは本当に最先端のがんの治療ですとか、それからインフルエンザの対策ですとか、そういった最先端の研究が今回日本の研究者など日英の研究者両方で進められていて、非常に最先端のそういう技術というものも感じましたし、イギリスは本当にこの古いものを大切にしながら、そしてまた一方で非常に新しいものも生み出している、そういうところもまた非常に興味深く思いました。また合わせてそのようにイギリスが世界に門戸を開いて、そして多くの研究者を招いて、そして研究が進められているということも知り、大変これも嬉しいことだと思いました。その他のこととしましては、そうですね、あとテムズバリア、私は留学の時テムズの研究を、18世紀のテムズ川の水運を研究していましたけれども、私がいた頃ほぼ同じ頃に出来上がったテムズバリアを今回見ることができたことはとても良かったと思います。やはり地球温暖化の問題などもあって、高潮の問題なども今後ますますいろいろ出てくると思いますけれども、その対策としてこのテムズバリアの果たす役割というものも非常に大きいものがあると思いますし、私も個人的に水問題とか水災害に関する研究をしというか取り組みをしているので、今回のテムズバリアの視察というものは大変いろんな面で参考になったように思います。とてもお天気が続いてまして、陛下がお天気と夏を連れてきてくれたんじゃないかというところことをいろんなところで耳にしたんですけれども、お天気についてはいかがですか。そうですね、どこかで雨に降られるというふうにも思ってたんですけれど、また留学中にもやはりイギリスの天気は非常に変わりやすいというふうに印象を持っていましたので、どこかでは雨にも合うかなと思っていましたけども、今回本当に毎日
このいい天気に恵まれて、本当にこれも ありがたいと思っていますし、からまた特にこう日が差している関係もあるのか、いろいろこの花とかいろいろ木とかそういったものが、そうですね、それから草原なども非常にこう綺麗で、また一つそういったことも思い出作りになったのではないかなというふうに思っております。先ほどエリザベス女王とフィリップ殿下のお墓にお参りをなさったと思います、はい、どんなお気持ちでお墓にいらっしゃいましたでしょうか。はい、本来であれば4年前にエリザベス女王陛下からのご招待でもってイギリスに来る予定になっていましたけれども、新型コロナウイルス感染症の拡大の関係でもってその時は伺えないことになってしまったこと、これは本当に残念に思っております。エリザベス女王陛下には来日された時にも私はまだ小さかったですけれどもお会いしましたし、それ以降特に留学している間はバッキンガム宮殿にお茶に呼んでいただいたり、それからあとはスコットランドのバルモラル城にご招待いただいたり、あるいはガーデンパーティーにご招待いただいたり、でその都度本当にいつもよくしていただいたことを、これはエジンバラ校もそうでしたけれども大変心から感謝しておりますし、今回はエリザベス女王陛下、それからエジンバラ校フィリップ殿下に今までのいろいろお世話になったこと、本当によくしていただいたことに対する心からのお礼の気持ちで今日は参拝をさせていただきました。チャールズ国王の横でスピーチをしたとき、ドクターフードとかで会場を渡せてましたけど、荘厳な空気の中でどういう気持ちで演説されたんですか。なんか皆さん笑っていただいたの嬉しかったですね。イギリス、はい、どうぞ。陛下でも緊張されることがあるのかなとか思ったんですけど、しかし何か本当にこの今回も感じましたけれども、非常にこう温かい雰囲気の中で晩餐会、バッキンガム宮殿もそうでしたし、それからギルドホールもそうでしたし、非常にこう温かい雰囲気の中でこのスピーチをすることができて、本当に何かこう比較的こうリラックスすることしながらお話をすることができましたし、皆さんがこうなんかこちらの方よく聞いてくださっているということが分かって、でこれは大変なんか話している私としても嬉しく思いました。それからチャールズ国王陛下も本当に心温まる大変素晴らしいスピーチをしていただいて、本当にこのことに対しても心から感謝しております。お帰りなさいとおっしゃられたことについてはいかがですか。はい、そうですね、本当に今回まずロンドンに来まして、そしてロンドンの歴史あるロンドンの建物の早朝な佇まい、それからまたテムズ川、そういったものを眺めながらやっぱりなんか思い出の地に戻ってきたという印象を強く持ちましたし、そのような中で本当にお帰りなさいというふうに言っていただいた、ウェルカムバックというようなことを多くの方から言っていただいたこと、本当にこれは私は嬉しかったですし、その思い出の地に今回雅子にとってもこのイギリスは思い出の地ですので、2人でもってこの立つことができたって、これは本当に大変幸せなことだというふうに思っています。それから、はい、はい、あと今あと王室の方について言えば、今回はウィリアム皇太子殿下、それからあとはエドワード、エジンバラ公ですね、エジンバラ公ご夫妻、それからあとはグロスター公ご夫妻、それからケント公、そういった私以前からいろいろ存じ上げてた皆さんと、またこの機会にそれこそ旧交を温めることができたことを大変嬉しく思っております。いずれにしても本当にイギリスで本当に多くの方々から温かく迎えていただいたことを大変嬉しく思っておりますし、今回の私たち2人の国賓としての訪問が今後の日本イギリス両国の友好親善に貢献することを心から願っております。お忙しい中お時間をいただきまして、はい、本当にありがとうございました。よろしいですか。はい、はい、どうもありがとうございました。
最終日はオックスフォード大学の訪問でした。皇后さまも元気な姿を見せられました。まずは皇后さまが通われたベイリオルコレッジでした。この日、皇后さまは名誉法学博士号を授与されました。両陛下で真っ赤なガウンを身にまとい、キャンパスを行進されました。Thank you.
天皇陛下思い出のコレッジに両陛下で向かわれます。留学期の復刊の辞や会見、公式の場のスピーチでたびたび皇后さまと一緒にオックスフォードを訪れることを楽しみにしていると繰り返されていました。どのような心境なのでしょう。陛下は23年ぶり、皇后さまは34年ぶりです。でもそれだけじゃないでしょうね。それだけじゃないですか。国賓として訪問した国を再訪問というのはなかなかありませんから、次に訪れることができるのはいつかと思いながら、この光景を目に焼き付けられていたのではないでしょうか。テムズと共にという掛け声が聞こえました。現場で私はスターウォーズの May Force Be With You を思い出しました。桜の木を植樹されました。桜の木を植樹されました。テムズと共ににも上皇さまが自ら植えた桜の木が育っているのを見てご機嫌の様子だったという記述がありました。陛下のネクタイは留学していた時に買われたそうです。マートンのロゴが入っていました。イギリスだとネクタイのストライプやロゴは意味があるので、私もこの日のレポートのネクタイのストライプには気をつけました。オックスフォードと書かれた T シャツは定番の土産ですよね。留学生というよりは日本からの観光客が随分と買っていました。
そしてこのベストショット、陛下が2年余りを過ごされた部屋から望むマートンコレッジの絶景です。国賓としてイギリスを訪れていた天皇皇后両陛下は28日、それぞれの留学先であるオックスフォード大学を訪問されました。イギリスでの全日程を終えた両陛下は帰国の途に就かれました。私の後ろにあるのが天皇陛下の留学記テムズとともににも出てくる天皇陛下が実際に学ばれた寮がある場所です。両陛下は天皇陛下が留学中によく通った図書館や書店など市内をゆっくり散策し、学校関係者らと大学の中で食事を共にしました。皇后さまは今回大学から名誉博士号を授与され、すでに名誉博士号を受け取られている陛下と一緒にガウンを身にまとい、大学の街を行進されました。両陛下ともにようやく訪問が実現し、それぞれの思い出を楽しまれているようでした。陛下は4年前に故エリザベス女王から招待を受けていましたが、新型コロナの影響で実現できませんでした。チャールズ国王との旧交を温めることはできたものの、亡くなった女王との再会が果たせなかったことについては行く先々で悔やまれていました。今回 の, 私たち2人 の, 国賓としての訪問が今後 の, 日本イギリス両国の友好親善に貢献することを心から願っております。国王との個人的な親交が日英の良好な友好関係を象徴しているようでした。帰りの飛行機は空軍基地から日本へと向かいました。我々が空港に到着した時には陛下はまだオックスフォードの思い出の地を巡回されているところでした。50分近く遅れたのですが、東京に着いた時間は予定通りでした。飛行時間で挽回できたのですね。ジェット機は飛ぶ高さで燃費と時間が変わるそうです。ジェット燃料を余計に食ったかもしれませんが、低い高度を飛んで挽回したようでした。